令和4年の春に三街道第一高等学校に併設型の中学校が開設されます。最初に現在の三街道第一高等学校について説明します。三街道一校は120年の歴史がある学校で、市政、合憲、開発の教訓のもとに、将来を担う人材、将来の社会を支える人を育てる学校、 地域に貢献する地域のために取り組むことができる学校を目標に生徒先生が一緒に充実した生活を送っていますそれでは三街道一校がどんな学校か主な取り組みを紹介しましょう教育環境開校プロジェクトキャリア教育部活動学校行事の4つの柱で説明をします はじめに教育環境についてです。すべての教室は冷暖房完備で夏も冬も快適に過ごすことができます。本館教室等は平日19時まで開放しています。令和4年から入学する中学生も高校生と同じ校舎を使います。三街道一校は単位制の高校です。 一人一人の進路に合わせて授業を選べるように多くの選択科目があります。また、先生たちもたくさんいますので、少人数授業を英語や数学などで多く取り入れ、一人一人をしっかりとサポートしています。小学校の授業は45分授業ですが、三街道一校では55分の授業を行っています。 令和4年に開設する中学校の授業が何分になるかはこれから話し合いをしながら決めていきます次に開校プロジェクトについてですセブ島での語学研修では英語で2週間を過ごします令和元年度は25人の生徒が参加しましたブリティッシュヒルズは福島県にある英語教育施設です 日本にいながら英語をたくさん使い、イギリスの文化を体験することができます。キャリア教育では、将来どのような進路を選んでいくか、社会人として必要な力を身につける学習をします。大学企業見学会では、今年度は茨城大学と高エネルギー加速器研究機構、東京理科大学と理化学研究所、 早稲田大学出前授業では筑波大学や茨城県立医療大学の先生に高校に来ていただき授業をしていただきました大学や企業を見学したり大学の先生による授業を通していろいろな進路について考えていきます 高校卒業後はほとんどの生徒が大学に進みます。2019年3月の卒業生では、筑波大学をはじめとした国公立大学に43人、早稲田大学をはじめとした私立大学には、延べ586人が合格をしました。また、多くの卒業生が大学教授、観光庁職員、政治家など、 国内外の様々な分野で活躍しています。続いて、部活動についてです。三塚井道一校では 85.、85.9%の生徒が部活動に参加しています。どの部活動でも楽しく熱心に練習に取り組んでいます。運動部では、公式野球部、サッカー部、バレーボール部など14部が活動しています。 これらの中で令和元年度は男子ハンドボール部が関東大会出場、弓道部女子陸上競技部が関東大会全国大会に進みました文化部では吹奏楽部、美術部、書道部など14部が活動しています。これらの中で令和元年度は写真部と吹奏楽部が全国大会で、 弁論部が県大会で素晴らしししい成績をを収めままた主な学校行事を紹介します下妻一高との定期戦は70年以上続く両校総力を挙げての部活動対抗戦で全国でも珍しい伝統行事です毎年5月に行われます6月には起良祭と呼ばれる文化祭が行われます 生徒たちが企画・運営をします秋にはクラスマッチがありますサッカーやドッジボールなどの球技のほかトランプ競技やハチの字飛びなど小学生の皆さんにも親しみのある競技で競います最後に令和4年に開校する中学校のイメージですこれから2年間かけて具体的なことを検討していきますので ここに書かれている内容は変更になることがあります。一学級40人の中学校ですので、より良い人間関係の中で生活していけるように、学級活動や体験活動等を通して、そのサポートをしていく予定です。また、学校行事や部活動等では、中学生から高校生までが一緒に活動する異年齢交流を進めていきます。 部活動については運動部を3部程度文化部を5部程度開設する予定ですが部活動の数を含めてどの部を開設するかはこれから話し合いをしながら決定していきます学習面では6年間の計画的継続的な教育活動を柱に探究活動や国際教育科学教育等を進めていきます それらとつながる各教科の授業では少人数授業を行ったり英語の授業だけでなくそれ以外の場面でも ALT の先生と関わったりまた ICT 機器を活用した学習を進めたりしていきます中学校での学習が自然な流れで高校につながるようにそして皆さんが安心して楽しく生活できる中学校になるように これからも具体的な内容についいてて検討を続けていきます。三街道一高とこれからできる中学校について少しイメージが持てたでしょうか令和4年三街道一高併設型中学校で皆さんとお会いすることを楽しみにしています